写真拡大。阪神 3-2 ヤクルト18日甲子園球場。ヤクルトが競り負け、3連勝はならず、中日が勝利したため2年ぶりの最下位が確定した。1点を追う6回にドラフト8位吉田の右前敵地打で同点。さらに奥村の敵地二塁打で勝ち越した。しかし1点リードの7回に2番手のハフが高山、大山に連続敵地打を浴びて再逆転を許す展開に。9回には無視1、3塁の好機をつかんだが、山田哲の盗塁死もあって得点を挙げられず逃げ切られた。ああいうところ9回ので取れなかった。負けるべくして負けたと小川監督。6回の攻撃では勝ち越した後の石満塁で好投のブキャナンを打席に送り、追加点を奪えず。あそこで代打を送れなかった、返事というか攻撃に転じられなかったと自らの采配も敗因に挙げた。